七里文夫は両親を失い、ばあやのおたきと暮らしていた。秋の温州会で踊った文夫の美しさに、金田商事の副社長が目を留めた。その見合いの当日、文夫を慕っている林家の国夫少年に買ってやった空気銃が誤って文夫の目を撃ってしまった。その病室に国夫を連れて兄の博士が詫びに来たが、お滝は冷たく追い返した。博士が毎日送ってくる花の国主が金田と信じる文夫に、お滝は金田が飯を嫁にできぬという両親の反対にあって要綱したことを言えなかった。退院した文夫の前に現れたのが元七里家の使用人大木だった。彼の前歴を知るお滝は快く思わなかったが、文夫はその親切を信じきって結婚を承諾した。その新婚旅行先で大木の前に昔の女梅子が現れたが、見えない文夫は知る由もなかった。やがて大木は七里家の財産を使い果たし、実印を持ち出して姿を消した。数日後、七里家が売却されたことを知って責任を感じたお滝はガス自殺を企てたが、駆けつけた博士に助けられた。取材を聞いた博士は文夫たちを自分の家に引き取り、彼は仕事でマニラに立った。大木の子を産んだ文夫は生活も苦しくなり、たまたま前の踊りの師匠藤丸に会って、師匠の勧めで寄席で歌う決心をした。石庭の八幡大蔵がその文夫に目をつけたが、レコード会社の牧野と永田に急場を救われた。彼女の歌を聴いた二人は文夫を説き伏せてレコードに吹き込ませた。それが見事にヒットしたのを今は落ちぶれた大木が発見。100万円と引き換えに子供を誘拐していった。とりあえず10万円持って文夫は出かけた。それを受け取って立ち去ろうとした大木は、ちょうど帰国した博士に取り押さえられた。やがて再手術を受けた文夫の目には子供の顔、博士の顔が